フォーゲル・ハンス・ヨッヘン・フォーゲルは、ドイツの政治家。1987年から1991年まで、ドイツ社会民主党党首を務めた。そのたミュンヘン市長、建設大臣、法務大臣、西ベルリン市長を歴任した、ニーダーザク先週ゲッティンゲ生まれ。父は、農学者で、彼が生まれた時は、ゲッティンゲン大学で、教授資格論文を書いているところであった。 1943年にアビトゥーは合格後、ミュンヘン大学で法学を学び始めるが、すぐに兵士として第二次世界大戦に参加した。戦後の1946年にマールブルク大学に展九1948年に第一次放送試験に寮の成績で合格し卒業する。1950年に最優良の成績で博士号を授与される。百五十一年に 第二次放送試験に有料の成績で合格する。翌年バイエルン州法務省に司法として採用され、課長に昇進する。1954年に、同州トラウンシュタイン裁判所裁判官となる。翌年バイエルン州首相府に転勤する。法務大臣当時のフォーゲルの肖像在学中の1950年に、ドイツ社会民主党に入党する。1958年に、 ミュンヘン市参事となり、法務局長となる。1960年、ミュンヘン市長に当選。1966年にも再選され、市長として、ミュンヘンオリンピック招致に尽力した。1970年には、SPD 党を代表部入りする。しかし、ミュンヘン市の SPD 左派との対立が原因で3、1に挑戦せず、1972年8月の、 オリンピック開会直前に退任した。同年11月のドイツ連邦議会選挙に出馬して、初当選する。第2次、ビリー・ブラント内閣に建設大臣として入閣する。同時に、SPD 党執行部入り。1974年に、ブラントが辞任し、ヘルムート・シュミット内閣が成立すると、法務大臣に転じた。1981年1月、ベルリン市長。 ディートリヒシトッペが辞任すると、法相及び、連邦議会議員を辞職して、公認の市長に就任した。しかし間もなく、行われたベルリン市議会選挙で、自身は当選したもののリハルト・フォン・バイツ・ゼッカー率いる、ドイツ・キリスト教民主同盟に敗れ、わずか半年で市長の座をバイツ・ゼッカーに譲った。ベルリン市議会では1983年まで、SPD 議員団長を務める。 1983年の連邦議会選挙では、SPD の首相候補となり、前年建設的不信任決議で、シュミットから首相の座を奪ったセディのヘルムート・コール首相に挑んだ。しかし、得票率38.2%に終わり敗れた。この選挙に当選して、再度連邦議会議員に返り咲き、ヘルベルト・ベーナーの公認として、SPD 連邦議会議員団長に就任。 1987年、23年関東首の座にあったブラントの公認として SPD 党首に就任。しかし1991年の人気切れとともに、恒例を理由にその座をピョルン・ニエングホルムに譲った。同時に SPD 執行部や議員団長の職からも退き、1994年を最後に連邦議会からも離れ政界を引退した。1993年に、 反政務主義や反民主主義的な過激主義に反対する市民団体、忘却に反対し民主主義に賛成する会を設立し2000年まで会長を務める2000年には夫シリー内相により移民受け入れ政策に関する独立諮問委員会の副座長に任命された2001年から2005年までドイツ国家倫理委員会委員2001年に ドイツユダヤ人中央評議会からレオベック賞を贈られた際、受賞の挨拶で、かつて自分はヒトラーユーゲントの指導員であり、犯罪的な政府に十分に反抗しなかったと述べた。2015年、自身がパーキンソン病にかかっていることを公表した。夫人との間に賛辞がある。弟のベルンハルト・フォーゲルは、セティ党員でラインラントプ・ハルツ州やチューリンゲン州の州首相を務めた。 ありがとうございます。